激変する地球環境に適応する超レジリエント社会の実現に向け、地球未来予測技術の研究を進めています。地球未来予測技術とは、あらゆる未来を予測する ESG 統合予測シミュレーション技術と、地球環境の再生過程を再現する地球再生シミュレーション技術により、未来を変革する技術です。地球未来予測技術は、人間活動のモデルと地球環境のモデルをサイバー空間上に構築し、 DTC 上で連携することで未来を予測します。予測結果をもとに、社会のウェルビーイングと地球再生に向けた対策を現実世界に実装することを目指しています。 ESG 統合予測シミュレーション技術では、社会現象と地球環境変化との相互作用を記述したモデルを作成します。特徴としては、企業の非財務情報や長期利益の観点をより強化することにより、企業のウェルビーイングの評価も可能とすることを目指します。さらに、予測結果をサイバー空間上で評価し、さらなる予測によっていくつもの未来を見通した上で、あるべき未来像の実現に向けた戦略策定につなげようとしています。 一方、地球再生シミュレーション技術は、大気、海洋、陸域といった物理過程に加え、生態系や炭素循環など生物・化学過程のモデルを作成します。特徴として、今まで全く測定できていない海洋の未踏領域において、広範囲かつリアルタイムなセンシングデータを活用することで、高精度なモデリングを可能としています。例えば、藻類などの水産資源の炭素循環メカニズムを解明しながら、 CO2 固定化などの地球再生過程を明らかにします。このように地球環境そのものを再現し、人間活動の影響を含めた未来予測を可能とします。2025年の社会実装に向けて、これら2つのモデルによる未来予測を進め、超レジリエント社会の実現に貢献していきます。